このオーリングのグッズ販売で多くのファンが購入に苦戦し人気商品を逃してしまった経験をしていますそうしたファンの心情には複雑な思いが込められているようです2024年5月7日人気アーティストグループのオーリングのグッズ販売が開始されました発売初日から大人げで人気商品はあっという間に完売してしまいました ファンの皆さんは購入に苦戦しながらも、グッズを手に入れようと熱心に挑戦しています。グッズ販売に合わせて開催されたノーオーリングのライブチケットも争奪戦となっており、ライブに参加できないファンも多いようです。しかし、そのような中でも、グッズを手に入れられることを楽しみにしている姿が見られます。 ナンバーアンダーラインアイは2023年に結成された期待の新人グループで、2024年に初の単独ライブを成功させるなど、急速に人気を拡大させてきました。そのため、ノーオーリングのグッズ発売は、ファンにとって大きな喜びとなっているのです。5月7日午後6時、のオーリングのグッズ販売が始まりました。 ファンはワクワクしながらオンラインショップにアクセスし、欲しい商品をカートに入れようと必死に操作していました。商品ラインナップと人気アイテムのオーリングのグッズラインナップは、ペンライト、T シャツ、うちはカード、タオルなど多岐にわたっています。デザインも洗練されていて、ファンを魅了しています。その中でも、特に人気だったのが、ペンライトトップと、 T シャツでした。本当に欲しかったグッズがすぐに売り切れてしまって、がっかりしました。でも、あんなにたくさんの人が同じように欲しがっているのを見ると、ノー・オーリングの人気の高さを感じられて嬉しかったです、と、あるフィーメールファンは話します。人気の高いペンライトトップと T シャツは、開始から10分ほどで完売してしまいました。 商品ページにアクセスした瞬間、売り切れと表示されて、購入できなかったファンも多数いたようです。ペンライトトップは、ノー・オーリングのロゴや象徴的なデザインが施されており、ライブ会場で使うと迫力のある演出ができると評判です。単体でも存在感のあるアイテムで、ファンの間で熱望されていたようです。一方の T シャツは、 シンプルながらもメンバーのイラストが印象的で日常使いにも適していると人気を集めていました。ライブ会場で着用すれば一体感。カートに入れて決済しようとしたら商品がすでに売り切れていて買えませんでした。本当に残念でした。チケット落選したからこそせめてグッズだけでも手に入れたかったのにとある男性ファンは悔しそうに話します。 一方で、ペンライトボディや、うちわ、カードなどの商品は、開始から1時間以内に完売してしまいましたが、それ以外の商品は、比較的購入しやすかったようです。ペンライトボディと T シャツは買えなかったけど、うちわとカードは無事に購入できました。グッズを集められなくて、少し残念ですが、手に入れられたものを大切に使っていきたいと思います。と、あるフィーメールファンは話しています。 販売開始から1時間もしないうちに多くの商品が完売してしまったことからファンの間では再販を望む声が上がっています。ペンライトトップと T シャツが本当に欲しかったんですが購入できませんでした。定期公演もチケットが取れなかったのでグッズだけでも手に入れられたらと思っていたんです。ぜひ再販を検討してほしいですとある女性ファンは切実に訴えています。 同様の意見は多数のファンから寄せられており、再販してほしいとの声が高まっています。中には、チケットも落選したし、せめてグッズだけでも欲しかったといった、ライブに行けなかったファンの苦しい思いを吐露する人もいました。また、地方在住のファンからも、円形のため、開始時間に間に合わなかったという声が上がっています。仕事や学業などで、 販売開始直後に購入できなかったファンも多数いるようです。受注生産なら、ぜひ再販してほしいです。地方在住のファンも購入できるチャンスがあれば嬉しいです。ライブに行けなかったからこそ、グッズを手に入れることが大切なんですと、ある男性ファンは切々と話します。このように、再販を望むファンの声は強く、 のオーリング側にもその期待が寄せられています。完売状況を見てもさらなる需要があると推測できるでしょう。グッズ人気の背景のオーリングのグッズがこぞって購入されている背景にはグループの急速な人気上昇があります。特に彼らの楽曲は耳に残るメロディーとともに洗練されたサウンドが特徴的です。また、 メンバー個々のパフォーマンス力の高さもファンから熱い支持を集めているポイントです。さらに SNS などのオンラインでの露出も積極的に行っており、ファンとの距離感も近いことが人気の要因の一つとなっています。ファンからは身近な存在、応援したくなるといった声も多く聞かれます。そういったノーオーリングの魅力が、 グッズ購入意欲を高めているのだと考えられます。ライブチケットが取れなかったファンにとっても、グッズを手に入れることが、アーティストへの思いを形にする方法となっているのです。T シャツは日常使いにも適していると人気を集めていました。ライブ会場で着用すれば、一体感を演出できるため、ファンの間で強い購買意欲が湧いていたようです。その他の商品も、 ファンのニーズに合わせた魅力的なデザインが施されています。内輪には個性豊かなメンバーイラストが、カードにはグループロゴやビジュアルが印刷されるなど、アイテム一つ一つにファンの心をつかむ工夫がなされていました。グッズを集めるのって、アーティストへの愛着を形にできる大切な方法だと思います。デザインもすごくかっこよくて、欲しくなるアイテムがたくさんありますよね、と。 あるフィーメールファンは話します。グッズを通して、アーティストへの愛着を深められることが、ノー・オーリングのファンにとっての大きな魅力だと言えるでしょう。再販への期待と課題、ノー・オーリングのグッズ販売で、多くのファンが購入に苦戦し、人気商品の完売に落胆する結果となりました。そのため、ファンの間からは再販を望む声が高まっています。 ファンの皆さん、再販を望む声は多くあります。サーバーの集中や意外な売り切れによって商品を手に入れることができなかった方々もいます。ですから、再販を検討していただけると、たくさんの人々が喜ぶことでしょう。商品の再販が実現すれば、ライブに参加できなくても、少なくともグッズを手に入れることができるという希望が与えられるでしょう。 皆さんの応援に感謝します。再販を待ち望んでいます。最後に再販の実現を願いつつ、ファンの皆さんにとって待ち遠しいグッズが手に入る日が近づくことを心から願っています。